マサトブルーの次こそものの上手なれ。ちょっと合わなかったな。はい、今日は夏、なんか急に暑くなってきましたね。ねえ、先週はあんな寒かったのに。金曜日までなんか、あ、金曜日じゃないな、水木ってすごい暑かったんだね。で、金曜日なんかちょっと肌寒い、寒くなって、ま、で、またこの土日暑くなった。もう皆さん T シャツですね。すみません、私の数えでした。おっぱい隠しの T シャツ。そうです。あのだいぶね、半袖の方も増えたんじゃないのかなと。まあ足利さん今日ロンティーだけど、ちょっとこの T シャツ1枚だと寂しいな、このファッションっていう時に、たまたま今日2人着ているんですけども、ちょっとこう羽織るだけでおしゃれになる、そして便利に使える。そう、たった1枚でなんか、あの人アウトドアやってる？ん？あの人なんかちょっとおしゃれじゃんって見えるようなベストがうちにはあるということで、はい、今日2人に1個ずつ紹介してもらおうかなと思いますんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。違うの、どっちから行く？どうぞ。小豆ちゃん、違うの着てるんですね。はい、そう、違うんですよ。ちょうど私これをお気に入り。じゃあ僕から、うん、僕が着てるのはあのナンガの、焚き火リップストップフィールドベストになります。おお、またあの再入荷、今週再入荷、もう本当に昨日一昨日か再入荷してきまして、はいはい、ほぼ完売状態だったんですけど、うん、もう2枚ぐらいしかなかったので、これが再入荷してきましたので、ご紹介したいと思います。まあ、焚き火の生地ってすごい人気なんですけど、この焚き火のリップストップ生地になります。これ伸縮性もあって格子状に繊維がね、はい、ストレッチにもなってるんです、うん、燃えにくくてストレッチにもなってるんで、とても着やすい。そして今大注目されてるナンガ、うんうん、ブランドになってますのでおすすめです。毎日着てない？結構ほぼほぼ着てますね、うん、やっぱ T シャツが1枚だと寂しいので、うん、寂しいのか。羽織るだけで本当になんか様になるので。お、はい、それが多分一番の理由だよね、はい、なんかちょっと T シャツ1枚寂しいっていう、なんかね、それはあるよね、はい、なんか着てるとちょっといいなみたいな感じになる、はいはい、必要的なんですよね。はい、そうなんです。イエさん何入れたんですか。はい、何入れたんですか。今ですか。今はですね、どこでもドア。どこでもドア出てくる。あ、ドアちゃん、ドアちゃん。ポケットもいっぱいついてるんですけど。もう何個これ。1、2、3。今違うところ手入れだよこれ。ここね、そう、これも1、2、3、4、5、6個、後ろにはありますね、7、8個ついてる。僕は今ですね、まず携帯が入って、あと必需品な、何、はい、僕は必需品な汗かきなのでタオル入ってます、うん、タオルが入ってて、でハンドタオルだともうちっちゃい、あのちっちゃすぎてもう、はい、大きい、もうほんと普通のフェイスタオルを入っちゃうので入れてます。それとそれとお仕事中は入れてないですけど、ドン、はい、ペットボトル入っちゃうので入れております。便利ね、はい、まだまだでも入っちゃいます、はい、入ってます。これあれだね、ほんと手ぶらでいろんなとこ行けちゃうね、これだと。そうなんです、うん、そうです。全部入れとけば、はい、どこにいたか俺忘れちゃいそうだけど。
携帯入ってお財布入ってあと何が入れば行動できる、うん、まあそれこそ夏は鍵とか引っ掛けられる、ね、いいねいいねそうなんですあんまでもいっぱい入れるとちょっと肩凝りそうだよねあそうなんですちょっとね欲張るとね普段はそんなに入れない感じだよでもそうだね今みんなショルダーとかでやってるからそれと同じだよね結局はねだからこれカバン代わりになるああそういうことねショルダーバッグの代わりプラスおしゃれさんみたいな、うん、色は何色なんだこれは焚き火はうちはこれは僕が着てる、ブラックちょっとグレーっぽいんですけどチャコールグレーブラック、うん、とベージュベージュ、はい、とアーミーグリーンの3色男性女性両方とも着れるっていうのはこれ一応あのね男女兼用で す, です、はい、横がベロッと全部開くんでここでちょっなんていうのアジャスト調節もできるで、うん、大きくもできるし小さくもできるこれほんと軽くてそんなに暑くないからいいですね夏でもねいいねキャンプでも必要的に使えそうです、まあ、暑くらいの方はこれ1枚で着てもらえれば1枚、それダメ、それダメ、いいですね、ダメ、いいと思いますよ。ヒデさんなんかもう真夏これ1枚でいいんじゃないかな、もう T シャツやめてもうこれ1枚でいいんじゃないかな、素肌に、素肌に、うん、いいんじゃないですか。捕まってしまいます。大丈夫です。ちゃんと隠れるから大丈夫。隠れるか。大丈夫です。サイズは？サイズは M と L でございます。はい。まあ、女性はでも今大きく着る方もいるからな、うん、一概に言えないねだ、まあ、大きいから L とか M とかって言えないんで着てもらってなんかその雰囲気が自分が好きな方を選んでもらった方がいいような気はするけどね、はいうん、色はどれをとっても、まあ、使いやすい色かなこの3色だったら、うん、なんかのタキーベスト、はい、いいんじゃないですか、はい、でこれはもう何年 ?2 年 ?3 年 ?3 年これ ?3 年ぐらいどっちかな結構3年目ルピアスではまあこのブランドは老舗さんでもう同じものをずっとねこう作って定番としてるんでフォックスファイヤーでございますはい私の大好きなはいフォックスファイヤーアルフラックスタックルベストこれかわいいんだわ。ワンサイズフリー。いろんな方に。まあ調節長さができるからね。だからですかね。本当にかわいいの。ネイビーじゃ見えない。だってヒデを持ってたら。そうです。だってヒデのどでかさでも着れるし、シゲさんも着れるし、女性も当然着れる。ああ、いいですね。これは綿なんですけど、ロー引きしてある生地なんですよね、うん、色もさ、なんかこう、なんていう味わい深い全部色だよねそうなんですすごい独特な味が出る感じで、元は釣り用のそうだねベストなので、ね、なんかこう、内側にもちっちゃいポケットついてるしこのポッケの中にポケットいつもそう言ってるけどポッケの中にポッケもあるんでそうなんですよだから私はこれボールペンを2本いつも持ってるんですけど外側のポケットには黒、うん、内側には赤ってやって入れてるんですよ、うん、いつもでここなんていうのこれ D カンついてるんでここに何ついてるメジャーですそれが意外と使える、うん、背中にポケットもあるんで何入ってるそんな膨らんでる膨らんでるこの中にちょっと普段は入れてないんですけどお財布入れてみましたおーちょっとここまでお買い物できるところに使えるいいですよかわいいねそうここにベージュいいですねベージュいいですよ味が出すぎてますよね韓国ねこれクタクタですね私ねそれさやっぱさ毎日2人とも大体来てるじゃん、うん、
っぱそれないでこう出かけようとするとちょっと寂しい。そうですね、寂しくはないですけど、あのいつも結局ポーチ持ってるんで私、あだったらこっちの方が、まあまあ、疲れない、使い勝手がいい、バランスもいいし、うん、お客さんの反応がとってもいいです。変わったの急に。へいつもいつも言われる。変わったの着てるね、うん、変わったの着てるね。ありますよ、よくありますよね、こういうベスト最近あるけど、若い子たちは知ってるけど、お父っつぁんたちはあんまり知らないんじゃないかな、こういうベストも、うん、だから反応するんじゃないの、うん、知らないから。割と女性の方に反応がよくって、うん、お仕事で使えるって言ってお母さん方が購入してくれたりもします。意外とアウトドア商品って普段でも使えるんですよね。めちゃくちゃ使える。で、丈夫だからガンガン使って気にしなくて平気、うん、だアウトドア商品って別にいいんだよね。アウトドアで使わなくても全然いいんで、まあ、パンツであり、まあ、アウターでありいろんなものがあるけれどもさ、はい、別にこう自分のこうプライベートの空間で十分使えるものがいっぱいあるから、なんかそのなんていうアウトドアでっていう風な考え方はあんましなくて良さそうです、はい、うん、まあ、この2つは特にこの夏、うん、便利に過ごせるベストだと思いますね。便利だし、おしゃれだし、かわいいし、おすすめでございます、うん、男性、女性、もう若い子からお父さん、お母さんまでみんな使える。こっちはあともう一色黒もあります。これ何色？これね、俺が似合わないんだ、またそんなことないですよ。いや似合わない。そんなことない。いやでも似合いますよ。自分の中で似合わなかった。みんなでも上手に着てるなと思いますよ。シャープな感じにならないから。シャープソニーつまんねえ。なんか言ってくださいよ。一番つまんないのは俺なので、ね、拾わない。ひどいひどいよ。おかっぱりにも良さそうね。あ、そうですね、うん、釣りの。だって本来はそういうやつじゃないの。これ、まあ、そうそうそう、これはフライフィッシングとかそういうね、そうだからね。ちっちゃいカモリですね。ヒデさんが1年ぶりに琵琶湖に行ってきました。あっ、真っ赤な行ってまいりました。焦げ焦げです。お、黒くなったね。はい、もうめくれてきてたよね。うそ、顔がボロボロ。まあ、釣果はあのまたインスタライブかなんかでもう発表しましたか。発表しました。発表しましたか。はい。なったあのリベンジにじゃあ、はい、あのまた行きましょうか。行きましょう。はい、これ着てくれなかったから悪いんだよ。これ着てたら、あ、でも暑がりだから無理だ。この一枚でもう暑い。じゃあ素肌にあの冷たいやつ着ればいいな。素肌に冷たいやつ。あ、全然夏はそうだよ。そうでしょ、うん、それでもう水をかけてかけますんで、うん、あの次行くときはもう半袖やめて、あの熱中症になると危ないから、そうですね、そうそう、長袖で行きましょうか。俺一日長袖でいたから何にも日焼けしてないけど、うん、日焼けはあんまり体に疲れが残るから。そうですね、そうですよね。出っちゃって、どうした？出っちゃって、どうした？日光でも出っちゃって、あ、あと、たこ焼き失敗しましたんで、はい、失敗ではないけど、一回目はまあ、うん、焼けました、二、はい、回目焼けなかったのでまたリベンジしますか。なんかもう買ったって言ったんで、今、すごい早い。絶対たこ焼きを家で食べたい人が待ってるんですよ。そうですね、そうですね、こいつがこんなに焦るはずがないな。何、まあ多分家で覚えたと思う。そうか、何壊してきてんの。なるほど、ね、何壊した、私のたこ焼き食べれないじゃないのみたいな。そうだ、感じで喧嘩になって急いで買ったと思う。そうだ、多分ね、俺ね、そうね、バッテリー良かったんですよ。バッテリーを、何のバッテリー、あ
潰れちゃったから。ああ、じゃあ魚探次回の琵琶湖までにはあなたの、はい、魚探が活躍するようにまた買ったと一緒に買ったんですね。はい、うわう、あれ使うな、お金持ちは違うな、羨ましいわ。さあも考えないもんね。そうですね、はい、大変だ、まあ、悩み中ですけど、どっち、まだ悩んでるの、どっちがするか、はい、読んでんだ、ほぼ決まってる。あ、んでもほぼ決まっております。ほぼ決まっております、はい、どっちになるんでしょうか、また教えてください。はい、はい、今日は夏、暑くなりました、半袖一丁ちょっと寂しいんじゃねえかっていう時に着るベスト、はい、フォックスファイヤーと南雅のベスト、はい、神社山と向山店、三好店、イオンモール、豊川店、豊川店、この辺に入ってるのかな、はい、そうなのかな、はい、うん、ね、はい、マサトブルーの好きこそものの上手なれ、やるわけないじゃん。今ねやってる途中にちょっとトラブル、機材トラブルがあってということで、まあつなぎというところでやったんですけど、なんかマジ切れされて今ちょっと目が2人ともマジでやんのもう1回みたいになっちゃったんで、これで終わりますけれども、今日は、夏暑くなってまいりました、そんな時にちょっとおしゃれにいかがでしょうか、1枚羽織ってなんとなく雰囲気を出そうみたいな、ナンガのベスト、ポップスファイヤーのベスト、これをご紹介したわけですが、2人から何か最後アピールコメントがあれば。買って損なし。買って損なし。そうですね、3年使ってますよ。あ、すごいね、すごいね、そう、一目惚れして、でその次の年に僕はそちらを買って、2年使って、こっちはもう1年ほぼ着てなかったよね、これ黒着てた、うん、着ましたで、これもよく着てるよね、2人ともじゃあベストお気に入りという、ほぼ着てるもんね。俺着ないんだけど、まあ、2人が着てるということはかなり仕事で着てるということは実用性がある。で、さっきもね、これ取れてるか取れてないかわかんないから言うけれども、アウトドアだからアウトドアで着るっていうわけじゃなくて、普段も着れますよっていうことをもう一回ここで最後に言っておきます。はい、今日はそんな感じでベストのご紹介ということで、はい、以上でございます。ありがとうございます。それでは皆様、チャンネル登録、高評価と、できましたら、コメントですね、この色在庫まだありますかとか何でもいいので、はい、コメントの方もぜひよろしくお願いします。はい、それではまた来週。うわっ、誰も気がつかないけど髪の色を変えました。あのね、ああやって書かれたら言いづれ。逆にもう変えますって宣言してて、変わったねって言いづれ。何染めるって言っただけじゃん。そう。いつもこうやってストレス発散は私です。